熊川熊次郎7月19日は、肥後国出身の元大相撲力士。本名は不明。肥後国に生まれ、小野川部屋に入門する。最高位は、中上とも東前頭7枚目とも言われているが、身長、体重などとともに詳細は不明である。百六十三年七月十八日、三浦郎市の芹沢加も山並啓介、沖田総治、平山五郎。 野口健治、長倉新八、島大佐を、斎藤はじめの八名が京都から淀川を下って、大阪へ出かけようとしていたところへ寄った力士に遭遇、道を譲る譲らないの一門弱があり、芹沢が鉄線で力士を調着、または刀で浅を追わせた。その後、三浦老の八名は、北新地の住吉郎へ上がって、主演を楽しんでいたところ、 角材を持った熊川をはじめとする大阪相撲、小野川部屋の力士が大勢を仕掛け、乱闘騒ぎとなった。熊川は、角材で、三浦老子を襲うも、沖きに角材を受け止められた際に、芹沢に脇腹を突き刺され、翌日になって、出血多量により死亡した。住吉郎での乱闘によって、熊川は死亡、それ以外にも死者が出たとも伝わるが、詳細は不明である。 この一件については、新選組天末期、島田伊佐夫日記、京都守護職への届けで、大阪東町奉行所への届けで、同志文休報告記事によって経緯から新選組側、力士側双方の主張、死傷者数、熊川の死亡日などそれぞれが異なっている。また、この事件の捜査を担当した大阪西町奉行所の、よりき、内山彦次郎と、 事件当時現場に居合わせなかった近藤勇の間で遺恨が生じることとなる。なお、熊川の経歴は全く不明であり、それを最も反映しているものが、事件後の場所の番付けに名が記載されていることである。ありがとうございます。